星野監督が2ヶ月ぶりに復帰をしました。後半戦最初のホームでの試合です。先発の浦野に対して楽天は2回の裏2アウトランナー1塁2塁で桐沢ライト前へのタイムリーヒット、1点を先行しました。ただその後の2、3塁のチャンスを生かすことはできませんでした。5回の表の日本ハム、2アウト2塁、市川のセンター前ヒット、桐沢のバックホーム、これで2ランダを刺しました。先発の塩見を救いました。ところが6回、ヒットヒットフォアボールでワンアウト満塁のピンチ、4番の中田翔を迎えます。右方向に持っていったこの当たりはライトスタンドに吸い込まれました。第16号の逆転満塁ホームラン、4対1としました。さらに7回、ここも2アウト満塁、変わった西宮から大引きがフォアボールは押し出し、5対1、なお満塁、打席谷口のこの当たりは杉田のファインプレー、5対1のまま7回の裏、楽天は2アウト3塁1塁のチャンス、松井が浦野から大きな当たりを打ちましたがライトフライで終わりました。5対1のままです。8回の表の日本ハム、4人目の長谷部から西川が左中間を破ります。この日2本目の三塁打で1点を追加して6対1。この後小屋野の犠牲フライも出て7対1としました。さらには9回の表、代打大野がレフトスタンドへライナーで持っていきました。5度目のホームランで8対1、最後は2人目の矢貫が8回9回を抑えました。8対1。